ケーキチーズ。めっちゃ美味しい。すごくない？ん？空洞。しかも今日は超絶ダサいコーデをしてますT シャツにヒートテックやだいつもこれだよ。でリハになったらヒートテックを脱いで T シャツになるっていうのが私方式。なんか秘密基地みたいだね。うん、秘密基地だよ。いい空間でしょ。そしてあ今日も疲れたなって。昨日はココテンありがとうございました。今日もココテンなんですけど、その前にココテンの前にフェスの練習をしてココテンにします。なので今日も頑張る日です。明日はとうとうドットエルフェスです。なんか明日って感じがしない。ね。うん。だけど明日ですね。実感しないまま明日です。うん、来週から4月ってのもやばいね。ん？来週から4月。やば。やばいわ。エイプリルフールやん。全部実感しないままどんどん時間が過ぎていくよ。ママさんの雑誌もったね。そうだね、4月は公演が少ないので、うん、悲しい。でもまあコンサートとかあるのでね、頑張ります。昨日は感想って書いてびっくりしてたねそうなんです。チェンスケーキ美味しい。
前髪切った切った。重めパッツンです。あ、今日履いてるズボンはこちら、はんちゃんからちゃんとギフトも呼んでね。はんちゃんからもらったズボンです。あ、カレンで花びらくれてるやん。はい、ありがとうございます。とっても嬉しいな。ちょっと下に遡って、アンパンマンさんありがとうございます。あいたかさんありがとうございます。みちえじゅんやさんありがとうございます。クラインさんありがとうございます。ともぞうありがとうございます。隣のとろろさんありがとうございます。ちかちゃんありがとうございます。あなくまいちろうさんありがとうございます。トムトムさんありがとうございます。ケンチプエラさんありがとうございます。ニャンタさんありがとうございます。山崎パーさんありがとうございます。今日この頃さんありがとうございます。ホタテさんありがとうございます。シージャンペさんありがとうございます。レッドファイブさんありがとうございます。ヤヨちゃんありがとうございます。今日は2時なんで後方で目のグリーン振ります。ありがとう。13位いるよ。カレンデンギリギリ立ててるギリギリ頑張れ頑張れ。高堀さんありがとうございます。クラインさんありがとう。純奈優奈さんありがとうございます。ココロちゃん一人暮らしとか興味ある一人暮らし怖くてできない。なんかもう変な家見てから、なんかもうそこら辺の建物が怖くなったよ。変な家見てもうなんか窓からお面かぶった人が見えないかとかめっちゃ怖くなる。変な家、家って住むから良くないもん。家って自分が住んでるからさ、もう逃げようがなくない、避けようがなくないもん。だから怖い。見た人しか分かんないと思うんだけどね、なんかね家が怖くなる。家の間取り、間取りを。うん、うん、リンカとユイナが見たって言ってるのを聞いて 見に行ってきたっていうのはある。この時間帯はねみんなお仕事してる人が多いね。火曜日だしね。食べたー、チーズケーキ。カバトロにはどうかった。まあちょいふわ。今日は仕事終わって送別会、送別会って何するの。楽しんできてください。今日も雨だよね。焼いて。え、食べる？うん。私でも朝ごはん買ってるんだけど。じゃあパスタか。
めっちゃ餃子の気分。うん、食料じゃない餃子しか。とパス。ダンボールの中に入ってるの。そうです。違います。ダンボールっぽいよね。でも、ねえ、まあ本当に変な家はぜひ皆さん見てほしいところです。面白い。これかわいい、うるうる、うん、指輪みたいな。でで、でまだで。綺麗。カレンがね。変な家じゃなくて変な空間っていう部屋もあるかもね。映画も。ないない。こういうところとか。上から出てると思って。変な空間。あ、上ある。そうだよ。登れるよ多分。行ってきらっしゃい。一回登ってみよう。はあ。え？それはないやろ。ねえ、なあ？ねえ、やめて。ねえ、もう。わかんないよ、もうこんな裏道があるかもしれない、この後ろに。人が通って。裏ルートが。とかばっかり考えちゃう、最近。カレンも変な家、変な家見てないの。あの、あらすじ聞いただけで。いつも変な夢が出てくるって思う。私は今日の夢はなんか学校の中、ママと何どんな夢見たっけ。夢はもうさ、日が経つほどにさ忘れて。え、それ誰の。これ何してんの。何持ってきてんの。え、いつも持ってるよ。つけてみて。え、目悪いん。え、これサングラスな。目悪いわけないな。これ、うわ、やだー。ね、ね、つけてるよ最近。そんな日差しないし。違うわ、日差しのためにつけてるわけねえだろ。おしゃれ、うん、空港ファッションでも。最近愛用。昨日フェブラリー踊りながらいい歌詞だなって思ってた。しみじみ。フェブラリー過ぎたから。うん、あとは555のゆぐちゃんの足をずっと見てた。もうこんなん。あー、マジで。全部消したら。みんな起きてるから。もうしんどい。やっと見えた。もうしんどい。かわいそうやん。何してんの、私とリサキ。はい、ということで15分経ったので終わりたいと思います。
じゃあランキング読みまーす。13位トムトムさんありがとうございます。12位ジュンナユンナさんありがとうございます。11位ビリータンタンさんありがとうございます。10位おだれさんありがとうございます。9位ヤンパンマンさんありがとうございます。8位今日この今日この頃さんありがとうございます。7位トモゾありがとうございます。6位隣のトロロさんありがとうございます。5位クラインさんありがとうございます。4位シージャンベさんありがとうございます。3位ケンジプエラさんありがとうございます。2位仲間一郎さんありがとうございます。1位 MJ ジュンヤさんありがとうございます。ではここでみんなよろしくお願いします。またね、また後ほどバイバーイ。